ポップティーン TV。 やっほー、さくらです。お疲れ様でした。撮影終わりです。私はもう帰る時間がとっくに過ぎています。まあでも動画いいって言われて、まあ別に撮らなくてもいいんですけど、さくらはやりますよっていう感じで残ってます。どうしましたか？あ、やめますか？やります。やらせてください。あ、じゃあそこまでになったら、はい、ね、まあいいでしょう。やります。またやらせてください。あ、これはなんと8月号のキルシーのポーチですね。私これマジで欲しい。え、超可愛いんですけど、てか思ったよりなんかもうちょっとちっこいのかなと思ってたんですよ。なんか想像イメージでなんですけど、しっかりしたサイズ感で、これしかもね、ハートっていうのがですよね、ピンクと黒、なんか派手な色じゃなくて、なんかこの色合いが私すごいタイプ。しかもこれポーチなんで、メイクポーチにも使えるでしょ、筆箱にも使えるでしょ、ハンカチも、ハンカチとか何でも入れれるやん。これそのポーチの使い道を教えてください。私だったらでいいですか？はい、私だったら。でも今何個言った？メイクポーチかな、やっぱ。いや、何個言ったよね。なんか3個ぐらい言ってたよね。最悪。私はメイクポーチかな、これ。筆箱にもできますけどね。じゃあメイクポーチと筆箱。いや、でもメイクだけで大丈夫です。先輩方も言うと思うんで。あとハンカチが投稿って言ってたよね。だから使い回していきたいなって思います。マルチで、私はマルチで使い回します。筆箱とかじゃない、マルチで使っていきたいと思います。筆箱とメイクポーチ、次の友達たちが被らないように。ね、やめてくださいよ、それ。ちょっとこれもらっていい感じですか？私まだダメです。あ、ダメな感じだ。じゃあこれ私もゲットしたいと思います。みんなもお揃いにしましょう。ももたんにこれ渡します。何ですかこれ、かわいい。7月1日より8月号付録です。へえ、めっちゃかわいい。キルシーさんなんですね。私すごいキルシーさん大好きで、すごい嬉しいです。じゃあももたんならそれをどうやって使いますか？ちなみに先に出た回答は使えません。すでに一人のモデルが言ったんで。なんて言ってました？それは教えません。じゃあ被らないまで答えてください。わかりました。ちょっとごめんなさい、本当それ知らなかったんです。ごめんなさい。頑張ってください。ありがとうございます。失礼しますお先に。マジでごめんなさい、本当に。先輩方、知らなかったです。お疲れ様です。ごめんなさいね。みんな苦しめてるよね。言ってない、最低。びっしちゃった。お疲れ様。お疲れ様。はい、じゃあ桃田だったらどうやって使いますか？アクセサリー入れ、シュシュとかリボンとか、なんか撮影とかで持ち運びたい時にやっぱかさばるじゃないですか、意外とふわふわして。でそれを入れて、あとはヘアブラシとかピンとか入れて持ち歩きたいと思います。かぶってないですか？OK です。皆さんもゲットしてください。ホッピニポテト、ゆめポテです。パク、ゆめポテです。効果音付き。いやいや、ちょっと待って、何か言ってもらえる？いろいろ口喧嘩してもらおうかな。口喧嘩。佐久間さんのやつぜひ見てください皆さん。口悪いな。口はじゃあ、あれはちゃんと頑張りました私。喧嘩したくないわ。いや、もう早く本題入ってください。こちらですか？かわいい。8月号の付録のキルシーさんとのコラボポーチ、めっちゃかわいい。開けてみると、おお、結構ちゃんとマチもあるタイプなので入ります。はい、シースルーでハート、かわいい。ここでミッションです。はい、他のモデルと被らずに、はい、そのポーチの使い方を教えてください。はいはいはい、これはやっぱりね、やっぱ、まあ、普通に物を入れるのはもちろんなんですけど、このシースルーなのでこうちょっとこうしてカー対策にもなります。これはちょっとちゃんとこうちゃんと前も見えますし、虫もいいんですか？ティーンズのみんながそんなことして良い子は真似しないでください。みんなはちゃんと物を入れてやってください。では撮影行ってきます。え、行った行った行った。まだミッションクリアして。もう何に使おう。あ、
やっぱ夏じゃないですか、もうだからプールとかそういう水場のとこにもこのメッシュタイプだから持っていきやすいと思うんですよ。なのでそういうなんかプール行く時とか水に濡れても大丈夫なものなんかシャンプーとか旅行行く時とかやったらこのシャンプー入れてこのままお風呂に持っていけたりとかするのでそういう使い方どうでしょう。ちゃんと実用性のあること言っていくでもほんまにそういう風にこの素材なので水場でも全然使えるからそういうポーチってなんかあんまないしこれぐらい可愛いのとかあんまりないと思うのでめっちゃこの夏使えると思います。みんなぜひ使ってください。キルシーさんのお洋服ページ行ってきます。撮影行ってきます。はい、アイレナです。今キルシーさんとコラボするということでキルシーの服を着たちょっと企画をしてるんですけど、これ全身キルシーで可愛いこのちょっとカーパンツみたいな、ちょっといいですか、ちょっといいですか、ちょはい、ということで、ね、無理くりでゲットしたんですけれども、じゃん、見て可愛い、このちょっとメッシュっぽくて可愛いハートメッシュメッシュだ、メッシュで、メッシュでこのちょっとハート型のここにキルシーって書いてあるんですけど、これすごい、見てめちゃくちゃ大容量なの。ミッションです。はい、他のモデルと被らずに、うん、そのメイクポーチの使い方を教えてください。私はメイクブラシ入れにしたいなと思います。ではメイクポーチ、メイクポーチ入れとメイクブラシ入れはまた違うんですよ。私メイクブラシいつもジップロックに入れてたんですけど、今回この長くてもね入るポーチがなかなかなくて、私はメイクブラシ入りにしたいなと思います。ちっちゃいもうスポンジから大きいもうブラシまで入るので、これはすごい活用的だなと思います。ミッションクリア。クリアです。クリアじゃね、クリアじゃね。みんなもぜひ使ってみてね。はい、いいですか。え、もう成功しましたよね、ミッション。もう出たくないですか。いや、いや出たいですけど、ちょっと撮影の方が今ありまして、まだ続きなんですね、実は。はい、どこの撮影も頑張るぞ。あ、すいません、ちょっと MCNG ですいません、カット。ハローポンポンアリポンです。何でしょうか、その手に持ってるものはくれるんですか。ありがとうございます。何ですか、プレゼントですか。キルシー、え、かわいい。8月号のブログです。おお、いいじゃないですか、使いやすい。じゃあミッションで。はい、何ですか。え、何やった頭にかぶれそうだなってで、何でしょう。その付録に何を入れるか、他のモデルと被らずに。付録に何入れるか、お弁当入らないから、ちっちゃいお弁当とか入りそう。あとはあ、ガチャガチャの、あ、カプセルガチャガチャのカプセルをなんか貯めとくよ、いっぱいカプセルあるよ、なんか使うみたいな、工作に使ったりとか。被ってないけど、はい、そんなことやる人は少なくない。あ、じゃあコンタクト、コンタクト入れましょう。コンタクトと目薬とコンタクトケース入れましょう。 OK です。かぶってませんでした、よかったです。アリアの顔入りそうじゃない。え、入ってます。あ、開けてみて。見えます。あ、じゃあ今変顔しても見えないから。不思議です。夢ポテ。はい。パクられてる。何ですか。いや、同じレベルの人を話してる。え、本当に。やばい。やばい。ボーレビーター。では、8月号のブロックこちらなので、皆さん、お買い求めよろしくお願いします。唇もそばにいると。はい、かわいい、キルシー。じゃあミッションです。はい、出たよ、かぶらずに何か言うやつだ。正解。
今何人目ですか？最後。ねえ、私なんでこの企画いつも最後なの？その付録のおすすめポイントを教えてください。エナタコの前にモデルにポイントを教えてもらってるから、はい、そのポイントと被らないように。えっ？被らないまで終わりません。リボン結びした時にバランスが違うんですね。なんでこう、あれ、あの子なんかこうなかなかこうちょっとなんかすごいのを使ってるけど、あれってどこにあるのかな、え、これはポップティーフランス号だよっていう、こう宣伝までがセットでできるっていうおすすめポイントです。要はまとめるとリボン結びができますよっていうことですね。ちなみに今のポイントは被ってます。靴も入っちゃう。被ってます。じゃあ、用意スタート。物をいっぱい入れても形が崩れにくい。使い方じゃない。え、だってこういうあのマチがしっかりしてるポーチは下にさ、もうなんか何を入れてもさ、形がね、あ、崩れにくいの。ここでちゃんとこうしっかりしてくれてるから。ごめんなさい、かぶっちゃいけないのは何を入れるかをかぶっちゃいけません。ねえ、夏用ミストとか。夏用ミスト。夏用ミストって何？化粧の上からでも保湿してくれる化粧水とか、あのスプレータイプの日焼け止めとか、あのそういうなんかあの縦状のもの。縦状のもの、うん、ちょっとそれなんか大雑把すぎない？ねえ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 、ちょっと意義あり聞いてください。ミスト系って大雑把ですか？大雑把じゃないですよね。ほーら、なんでよ。アクセサリーかぶってます。よしよしよ。かぶってないけど。レシート領収書を入れ、こうね、かわいいからにレシートを入れたら、なんか領収書までもがおしゃれに見える。大容量、本当に。もうだからいくら買い物しても大丈夫。まあ、ユナタコだから OK でしょ。ねえ、変なとこ甘いのに変なとこ厳しいじゃないですか。なんなんすか、こんな領収書たまんないだろう。たまるよね。ということで、最近なんか付録があるときはシリーズ化されていっている、かぶらずにいいとこを言えゲーム。最後なんでみんなが何を言ってるかわからないんですけど、本当にね、それくらいあのもういいところが出まくるポーチなので、ぜひ皆さんゲットしてください。ちなみに表紙は私いますんで、お願いします。エンディングも私出ます。私いっぱい。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画もまた見てください。バイバーイ。ポニョ、おもろい。ポニョ、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。カット。